皆さん、こんにちは。フラワースクールヘクセンハウスのマムネユウコです。東京の墨田区錦糸町で29年目のフラワーアレンジメント教室をしております。本日は8月の季節の花コース、葉っぱを細工して涼しげなシャープのアレンジメントの作り方をご説明していきたいと思います。毎日暑いですね。このような夏の暑い時には、葉っぱものを、メインにしたデザインにして、涼しいっていうような表現をしていただけたらいいかなと思います。今回はこう乳細卵を使っていきます。この、乳細卵の方なんですが、このようなね、ものなんですが、これは乳細卵の乳はニュージーランドの乳で、原産国がね、ニュージーランドなんですね。ただ、最近、東京の、マンションの下に、植え込みにあったり、あと公園に植わっていたりということで、このグリーンと白っていうのもありますし、もう少しこう赤いのもね、あったりしてますので、ちょっと見ていただけるといいかなと思います。あと、熱海とかね、伊豆諸島に行ったりしますとね、植わってたりします。このような葉っぱを使っていきます。で、乳細卵はね、ニュージーランドではね、これをこう裂いていただくとすごく繊維が出てくるんですが、その繊維で織物を作ってマットにしたりとか、あと、お魚を取る網を作ったり、あとは、根っこをね、焼いて潰して湿布薬になるそうなんですね。なんていうね、こう、いろんなものにね、使える、葉っぱなんですね。こちらを使っていきたいと思います。今日はこれはね、千葉県からやってきました。では、作り方のご説明に行きたいと思います。はい、こんな形で、作っていこうと思っております。で、まずね、吸水性スポンジを、器に合わせてカットしていただく。これね、四隅をカットしていただいて、器が少し、下がつぼんでましたので、そのようにしていただきます。で、スポンジを水に浮かべて、中の空気と水を交換させるようなイメージで、吸わせていただきます。で、スポンジはね、器から少し下がり気味で、セットしていただきたいと思います。で、お送りしましたお花の方なんですが、こちらの方から千日紅、デンファレ、そして、こちらがリンドウですね。そして、ひまわりがあって、で、そしてこちらクルクマなんですが、前回はクルクマ大きかったので、今回は少し小さいタイプのクルクマにしてみました。小さいタイプのクルクマ。そして、タイからやってきました。モカラオレンジというランですね。そして、ここにありますのは、ハマナデシコという、夏になるとね、これは白ですが、この他、あとね、紫色、のお花があります。そして、乳細卵があって、で、そして、姫釜、あら、姫釜、あ、姫釜映ってたか、姫釜、ここにありますね、姫釜。前に姫釜使った時、姫なのに大きい釜だったという、今回はかなり小さい、姫釜みたいな感じです。こういった花材を使って作っていこうと思います。まず、乳細卵の使い方なんですが、この葉っぱなんですけれど、ここに茎の下に切り込みを入れるって書いてあるのは、これちょっと細めの乳細卵ですが、ここの茎がね、太いので、刺しにくいというところで、こちらが切れてる方で、こちらが輪っかになっている葉脈は残していただき、こうパツンと横に切り込みを入れていただき、この葉脈に沿わせてこう外していただきますと、このように上が太くなって下が細くなるので、吸水性スポンジに刺しやすいということですね。このようにしていただけたらと思います。この説明ですね。で、全部、切り込みを入れて葉脈に沿わせて裂いていただいて、準備しといていただけたらと思います。で、この後なんですが、乳細卵の上15センチから20センチぐらいに折り曲げたいと思いますので、ここですね、このように折り曲げたいと思いますので、ここにちょっと切り込み、線をナイフで入れていただいてもいいですし、手でね、こうしてバシーンとこう折っていただいても、入ります。今回のはね、割と柔らかいので入りますね。乳細卵もいろいろな種類がございまして、もう少しがっつりしているのですと、裏からナイフでこう線をね、つけといていただけたらいいと思うんですが、切らない程度にしっかりと折っていただきたいと思います。で、こちらを、吸水性スポンジにそうですね、全部ね、こうちょっと折っといて、いただいて、2本を先に折っといて、で、その後は様子を見て折っていきたいと思います。で、乳細卵スポンジに刺してフレームを作ります。
で、この上の方、ここの部分なんですが、この上の部分はセロテープ、または両面テープで留めていただければと思います。横から見てもね、綺麗なように少し幅を持たせて、入れています。で、これで、姫釜の先端と葉の先端をお装置って書いてあるんですが、姫釜の先端にはこのね、頭のところにこうちょっと角みたいのがありますので、そこを綺麗に切り落としておいていただきたいのと、葉っぱの先端が少し茶色くなっていますので、そういったものも斜めにカットしておいていただくと綺麗かなと思います。で、姫釜を2本入れてあります。これね、実は前を高くして後ろを低くしてあるんですね。全体が、前が段々畑のようにならないように、そのようにしています。そして、林道を入れています。まあ、割と太いものとか、色がはっきりとしたものから先に入れてっているんですが、ただ今回は線をはっきり見せたいと思いましたので、長く使うものから入れております。この林道も実は後ろを短くしてあって、前を長くしてあります。どうしても前が短くなりがちですので、そうすると前がね、こう、だん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 、短くなってきまして、こう段付けしたような形になりますので、まあ2本あるものでしたらば、後ろはちょっと1本短めに入れといていただくとよろしいかなと思います。で、頭の高さは変えていただいて、高さを変えて入れていただくといいと思います。で、このように入れました。で、デンファレね、今回とても綺麗なデンファレが入ってましたので、デンファレを入れました。で、その後、モカラオレンジとかひまわりを入れました。で、まあ、ひまわりはね、茎が綺麗だから、まあ、高く持ってきたい気持ちは山々なのですが、今日はね、ちょっとここの空間を見せたいと思いましたので、ここをまあ、埋めないように少し見せながらしたいと思いましたので、私はひまわりは短くしてみました。それぞれ皆さん、もらった花材を考えて配置していただければと思います。で、ちょっとこれ下見えなくなっちゃった。アンスリウムが、入っているんですが、スリウムがね、1本の場合と2本の場合とございまして、ちょっと配分がそれぞれあるかと思いますので、もらった花材で配置を考えてください。で、アンスリウムが入っていまして、緑のアンスリウムはね、涼しげでいいですよね。そして、この周りに、小さい、千日紅とか、こちらの、小さい、浜なでしことか、こういった細かいものを後ほど、形を作るように入れていただき、で、足元はね、モスなんかを入れていただいて仕上げていただければいいかと思います。まあ、こんな形で、かなり早口でしたが仕上がっております。で、ではちょっと共有を一旦。そして、このように出来上がっています。ちょっと全体が すいません。近すぎて全体が、ちょっとうまく映っていないのですが、まあ、このような形で、そしてちょっと横ですね。そしてまあ後ろ側がありまして、で、また横があって、前ということで、このような形になっております。ちょっとこれ、もう少し下がるとね、全体、すいません、縦横が。まあ、このような形で、作っていただけましたらと思います。中ね、もう暑いですので、氷をたまにね、氷をここに乗せておいてあげたりして、お花たちも冷たく涼しく過ごせたらなと思います。では、ちょっとね、暑いですが、皆さんも、気をつけてお過ごしいただければと思います。ちょっとお知らせがございまして、教室の方では、見えないですね。教室の方では、後ほどちょっと入れ込みますね。教室の方では秋の予感ということで、9月の30日、10月の1日、概要欄の方に貼っときますね。で、教室、5年ぶりにですね、生徒講師作品展を行います。で、この時にですね、ワークショップもございまして、先着10名様でアレンジメントの体験ができたり、あとは花瓶で楽しむコツなんていうのが、できますので、よかったらぜひ振るってご参加いただければと思います。一応これね、予約制なのでご予約いただければと思います。ではですね、引き続きちょっとまだ暑いんですけど、早く秋の予感欲しいなって感じなんですが、お花生活楽しんでいきたいと思います。ではですね、チャンネル登録と、高評価していただきますとありがたいです。そして、概要欄に貼っておきますが、公式、LINE、ヘクセンハウスの公式 LINE も作りましたので、よかったらそこから見ていただけますと、見えないですね、これ反射しちゃってね。すいません 見えるようにしておきますので、では、引き続きよろしくお願いします。今日は、ご視聴いただきましてありがとうございます。では、夏を楽しんでいきましょう。失礼いたします。